片桐英吉は日本海軍の軍人。最終階級は海軍中将。山形県出身。片桐佐吉の長男として生まれる。米沢中学校を経て、1906年11月、海軍兵学校を卒業し、翌年12月に海軍将尉任官。海軍法術学校高等科を卒業し、摂津分隊長、福島分隊長。 砲術学校教官などを経て、1918年11月、海軍大学校を卒業。以後、第二水雷戦隊参謀、軍令部出資権参謀、摂津法術長、出雲法術長、海兵教官、海軍省教育局第一課局員などを歴任。さらに、欧米出張、大井官長、青葉官長、教育局第一課長、春名官長などを経て、 1933年11月、海軍少将に進級。以後、佐世保鎮守不参謀長、第2航空戦隊司令官、霞ヶ浦海軍航空隊司令などを経て、1937年12月に、海軍中将となる。その後、第3船隊司令官、舞鶴陽光部司令官、第4艦隊司令長官、第11航空艦隊司令長官などを歴任し、 太平洋戦争開戦時には海軍航空本部長を務めた。片桐は大英米非戦派であった。真珠湾攻撃後の戦備促進会議では、南雲部隊の航空主要幹部を配置転換し、搭乗員要請を速やかに行うべきとの意見を述べたが、採用されなかった。2号零式戦闘機の開発を進めたが、1号に比べ出力向上にこだわり航続距離が、 大幅に低下したため作戦遂行上問題が続発し、前線指揮官より避難が集中した。軍事参議官を経て、1943年3月、予備役に編入された。その後、航空工業会副総裁となった。米沢海軍武漢会会員。山本56最高 P113、ブーゲンビリアの花 P236。 NHK タブ特集冷戦に欠陥ありなど、ありがとうございます。